さて次は県の病院再編構想についてです村井知事は移転する仙台赤十字病院の跡地にリハビリなど回復期の患者を診る病院の誘致を提案していることを明らかにしました県は名取市の県立がんセンターと太白区の仙台赤十字病院を統合して名取市に名取市の県立精神医療センターと 青葉区の東北労災病院を合築して富谷市に移転する方針です県議会一般質問では移転する仙台赤十字病院の跡地利用をめぐり回復期を担う病院を誘致することを提案していくべきとの質問が上がりました民間のものですからこれに県が、まあま合わせ構成ということは言えない回復期の 病床があれば仙台医療圏全体で回帰病床が足りないといったようなことの解消にもつながるわけですから非常に望ましい姿だというふうには思っておりますこれは当然そういう声が多く出ているということは日赤の方にはお伝えをしているまた名取市に計画する精神医療センターの分院をめぐっては今年2月までに合わせて3回 病院職員と意見交換したことを明らかにし、現在、具体的な規模や機能を検討しているとしました。